ウィルタは、カラフト東岸の民族で、ツングース系である。アイヌからは、オロッコと呼ばれた。本来の言語は、ツングース諸語の系統である、ウィルタ語である。なお、言語学者を中心に、ウィルタを、ウィルタと書くこともある。カラフト東岸、中部のホロナイ川と北部のロモー川の流域に暮らし、シベリアのツングース系所属と交流を持ったほか、カラフト北部のニブフ、 南部のアイヌとも交易をしていたと伝えられている。第二次世界大戦前に日本領だった南カラフトに居住していたウィルタはカラフト戸籍に登録されてカラフト土人として扱われて内地人と区別されていたが日本国籍を持っていた。太平洋戦争末期、南カラフトはソビエト連邦に占領され戦後、ウィルタの一部は北海道へ移住するなどした。 日本では終戦後の1945年にカラフト戸籍にあったウィルタの三政権が停止されたものの1952年のサンフランシスコ平和条約発行の際に集積という形で三政権を回復した。下記の日本のウィルタ字に一覧にある通りその文化を伝える活動をした人もいた。1978年の時点では アバシリ市に6世帯13人いたという調査結果が得られている。ウィルタが守り神としていたデクの政策を受け継いでいる代行、作用によると、ダーヒンネにゲンダーヌの義妹であった北川愛子が2007年に死去して以降、日本にウィルタを名乗る人はいないという。ロシア連邦による2002年の国勢調査によると、346人がオホーツク海沿岸のカラフト北部及び、 南部のポロナイスク近郊に居住している。日本には江戸時代にカラフトを通査したマミヤ・リンゾーの報告によって知られた。1975年にはビルタ民族の人権や戦後保障の問題を解決する趣旨によりオロッコの人権と文化を守る会が設立。翌年12月にビルタ協会が設立された。キツネ川の手袋。 ビルタの特徴的な制御は元来、トナカイ牧畜や狩猟、漁狼であった。ただギリアークに比べると山での生活が多く、漁狼は少ないことが、昭和10年代のカラフトを調査した研究者によって、報告されている。伝統的住居は、エベンキやオーロチョンなど、他のツングースと同様、比較的細い木の幹の柱を何本も組んで、外部を毛皮で折った。 円錐形の天幕式住居であった。衣服のうち、肌の上に着るものは拒否で作っていた。狐の皮を利用した手袋なども用いていた。神の木偶、世話を作るなどの信仰を持っていた。イルガと呼ばれる切り紙模様の文化がある。ありがとうございます。